はい、今日も来ましたこの戦場ということで、どうもこんばんちゃいすゆです。はい、今日もガンダムバトルオペレーションネクスト遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。なんかすげえラグかったな今、大丈夫かな。はい、遊んでいきましょう。ってことで敵さん一番怖いね、多分正面にいるんじゃないかな。5番だね。中継取りに行こっか。なんかみんな第3取りに行ってんの？やるね。1番いた。囲んでいく。絶対狙われる。セーフ。あー、はい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 、おかしいぞ。一旦落ち着こうか。あ、7番さんやばいね、援護するよ。ナイス。いやー恐ろしいね、完全にもう止まってたはずなんだけどね。でもあれあるらしいね、しゃあないね。そこ、これやられよ、素直にやられましょう。さてと、ジムスナイパーにやられた。もう取ったな。人のキルを取ったな、ジムスナイパー。怒られるやつだぞそれ。なんでやねん。すんげえ飛ばされたんだけど。OK、まず1機目。はい、2機目。よいしょ。よいしょ。ナイス。やるね。さてと、ここはしっかり中継というか分かれてるね、右で。こういう時あえて左側からぐるっと回って中継踏んでいくんだよね。そういう立ち回りの方が敵さんは嫌だと思います。ちょっと待って、ヨフノリ。はい、お疲れ様です。ラグいね。さてどうどうしましょうかね、こっから。あー出れなかった、 A から。くっそ、1番がねチクチク狙ってくると思うんで、あの悪い子に追い出しなきゃね。でも8番さんが言ってくれたね。まねえな。ちょうどそこにエマノロがいたもので取ってしまったぜ。さあ中継取っていきましょう。来るか、敵来たね。しかもジムスナイパーくん、
け。はい、ありがとうございました。ということで、あはは、隠れていく。はい、ということで、ゲリググでしたね。正直を言いますとね、前よりちょっと前よりね、使いづらくなった感じがしますね。まあ、単純にスゲがゲリググをあんまり使ってないっていうのもあるんですけど、そう、まあそうだね、それだね。なんだろうね、ジャスティスのブーメランとかが避けられないですよね。まあ、なんでかっていうと、ありがとうございます。ゲルググって基本そこまで動きが速くない、ちょっとねゆっくりなタイプの機体なんですが、そうそうそう、だからこそ敵さん、なんていうかな、早く動かないと、そうそう、機体があんまり速くないから、イスゲ自体がね早く動かないと避けることができませんので、そうそうそう、そこの部分がちょっとね、劣ってるなと最近劣ってきてるなと、いう思うところがありますね。はい、なんでこれからもね、どんどんいろんな機体使っていかないとね、だんだん使い方を忘れていくっていう、そうそう、そういう状況に陥っております、イスゲ。ということなんでね、これからもどんどんいろんな機体使っていきますので、よろしくお願いいたします。ということで、撃破2、損壊3、アシスト4、選挙2。はい、ダメージ統計見ていきましょう。せーの、ドン。厳しい。3000か。今回ですね、ビーム振りの方にしてきたんですけど、もしかしたらね、実弾の方がいいかもしれない。やっぱね、バズーカで足止めて、あ、違う違う違う、グレネードで足止めて、バズーカでダメージを取っていくってのが、ゲルググ。まあ、無難なんですけど、結構、敵さんもねそれ分かってるからこそ避けられやすいんですけど、そっちの方が余ダメは絶対高いので、まあマニュアル射撃でもいいんですけど、マニュアル射撃はねちょっと隙がありすぎてあまり良くないんですよね。いいけどね別に倒せるならさ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければグッドボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again. Bye bye. お疲れ様です。